Hey. Bonjour YouTube. Donc, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait, Minami. Tout en prenant un petit café savoureux. Genre, je t'ai pas cramé. Goto-senpai も過去や未来に行き来できる何者なの？ああ、elle a mis un peu un pansement。ほっぺの小さなポッチ、少し触ったら傷口がほんのり光って怖くなっちゃった。やっぱり宇宙人にインプラントされたかも。Mais ça, c'est la magie du chat. Toi, là. Ore? Anata wa 2 nen no. Rikujoubu ni nani ka yo desu ka? Ah, mais oh! Ah, mais tu te barres pas comme ça? Ah, mais la meuf.開いてる。あ、en plus。BJ は。ああ、c'est caché。Bien joué。よかった。洗濯物に隠れてたのね。あの2年生、BJ のこと探してたの？おそらく。もしかして。MIB 組織一般不明さら狙い一般記録ロジックは未来と技術と情報。C'est vrai que l'USC on sait pas trop exactement ce qu'ils veulent。私も疑われ始めてる。急いで騎兵を見つけなきゃ。円盤にあるのよね。円盤って言ったってどうせ日本製なんでしょ。そう呼ばれる管理システムだ。はあ、やっぱりそうだよね。でどこにあるの。ゲートから逃げる。レッツゴー。グボン。行こう。うん。バッグも開いてる。これも調べてたんだ。J'espère que t'as bien caché les informations。さっきの2年生、外にいるかも。見つけたら走って突っ切れ。Ah oui, elle nous avait suivi un moment, je crois. On l'avait vu, elle était cachée derrière le poteau, tout ça. いないわね。Bon.Allons-y directement, au moins. Suis ta yo. Do sta mo?あ、今日は無理なの。セクタースイート開口部からなら逃げそうだ。セクター3?ピッセン25年だ。40年後、私50代じゃない。
複雑だな。Bon, allons-y. La cinquantaine. C'est une japonaise, hein. T'auras l'air de 30 ans. C'est bon. Où a vécu ? Emba wa sugu chikaku nano ? Koko kara 1.7 kiro. Oite kebori wa nashi yo. Zettai tsuite iku kara ne. Soko de tamaru. Shinonome senpai.あ、先輩もタイムトラベルを来ると思って先回りしたのよ。ここは426の隠れ家だもの。仲間なんでしょう、やつ。誰？知らないよ。こんなとこ初めて来たのに。とぼけるな。Mais je peux te jurer。夏の後でじっくりやつの居所を吐いてもらう。でも今はそれを持ち帰るのが任務。データユニットを渡してもらうわ。使用され良好。君は使用されている。私をさらさせるのは真実と記憶を君たちに知らせたくないからだ。興味ないわ。La vérité。Ah, intéressé donc。BJは連れて行かせないから。邪魔よ。ダメよ。Elle va voir la vérité, pas nous. BJ! Inai. BJ! Kotchi ni mo inai.もしかしなくてもまずい状況なのでは。帰れない。え？え？あ、いつやっぷビジー、c'est embêtant。Bon、voyons voir qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre。Ah, elle, c'est celle qui a le moins de pourcentage, mais on peut pas encore la jouer. Bon, lui, c'est le pire, mais bon. Ah! On pourrait faire lui.
Comme ça au moins, ça débloque elle. Et ensuite, Guto. Grâce à lui, on va découvrir pas mal de choses, hein, je pense. On peut au moins faire. Voilà. Donc, on veut découvrir, on veut déverrouiller les combats de Mecha, s'il vous plaît.出てきた彼の名は沖野司と言っていた。どこかで彼を見たことがあるような。東雲先輩が言っていた。アンドロイドに意識を移した別の世界の泉十郎、あれがそうだったんだ。でもなぜOn peut le confronter maintenant théoriquement. Yo, Jiro, kairou ze. Confrontons-le. Nanda yo. Oukkanai kao shite. Mata okashi na yume demo mitte. Yameろ yo.君は僕にしか見えてないんだろう。君は僕を記憶を失う前に戻そうとしてるんじゃない？別の誰かの記憶を植え付けてる。別の誰かじゃない。十郎の記憶さ。君の記憶なのか。僕とは別の泉十郎。年齢はお前より3倍。お喋りさ。覚えてる。あ。君は僕の中にいる。あの時神社でロボットから僕に取り付いた。俺を怨霊みたいに言うなよ。他に逃げ場がなかったんだ。そうじゃなきゃそんな不自由なとこに入らねえよ。やっぱり騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。Je trouve un moyen。Aller voir au kino. Mais jamais, on n'a jamais essayé de passer à droite. Ouais, non, pas forcément aller à l'infirmerie. Ah, qui me corrige pas. Ouh, merveilleux. Morimura-sensei.森村千尋。そうだ、夢で見たあの人は。先生、クラベ君、どうしたの？顔色が悪いわ。Je sais qui tu es。僕は本当は泉十郎。そうでしょう。今の僕はあなたが作った。急に何の話？分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。すみれ橋にいたのはあなただ、森村千尋先生。何の話かわからないわ。え、bien sûr。先生は知ってるの？芝君は。泉十郎は僕の中に。おしゃべりなやつだな。
台無しにする気か？黙らせた方が良さそうだ。クラベ君、シバ君は人間じゃない。そして彼が僕の記憶を操作して泉中郎に変えようとしている。夢の中の森村千尋が先生なら、沖野司も存在している。彼をどこかで見た。クラベ君、si on nous barrait。そうだ、自販機前にいたあの子は沖野司にそっくりだった。君、ちょっといいかな？ねえ、待って沖野君。君は沖野司君だろ？違うよ。No？ 声まで一緒だ。泉十郎と UFO にいた沖野君だ。訳がわからないな。相手にしてる暇はない。失礼するよ。待って、 UFO の時だけじゃない、もっと君とは合ってる。そうだ、合ってる。あれは確か、この人があの事件の犯人ですか？四季島の施設を爆破し、多くの死傷者を出した凶悪犯だよ。捕らえはしたが、素性も不明なら供述も支離滅裂だ。そこで君にわざわざ来てもらったわけだ。私は担当官の大西、捜査協力に感謝する。沖野司君。司君。その男をよく見てくれたまえ。知っている男かね？いいえ、見たこともありません。問題ない。君の生体反応も正直な発言と示している。どうして僕が？自白剤を使用したその男の供述の中で、何度も君の名と森村千尋という女学生の名が出てきた。森村千尋だ。知り合いかね？いいえ。彼女にも捜査協力を要請するが、現在国外で来週の帰国を待たねばならん。足を運んでもらって悪かったね。何かあればまた来てもらうかもしれない。はい。出たまえ。表示に従って別室へ。うん。心配はいらない。犯人は動けない。知っている男かね？
るわけがないでしょう。爆破テロの犯人なんでしょう。その男と君の DNA データだが、驚くことに完全に一致している。君たちのどちらかがクローンである可能性で調査中だ。バカな、彼は何て言ってるんです。その男の供述では未来から来た君なんだそうだ。犯行の動機は怪獣の出現を阻止するためだそうだ。怪獣？ちょっとすまない。なんだ、取り調べ中だぞ。何？避難勧告？Oula. Stop. Oula, pardon pour le son. Oh. 起きたようだ。ちょうどいい。あと少しだ。なんだこれ。興奮するなよ。血圧が上がるとノイズが増える。大きな司。思い出した、突然殴られたんだ。悪かったな。こうでもしないとこんな怪しげな場所にはついてこないだろ。Ah, ça dépend. そうだ。落ち着いてろ。Me demander gentiment, non? 君は大きな司。夢では助からなかったはずの。君がまともでないのは知っていたが、その夢の話というのはおかしい。天意で周回している泉十郎は一人だけだからね。調べてよかったよ。十郎の中に逃げ込んでいたとはな。君は彼を知っているの？今は426と呼ばれる意識だけの存在だ。君に注入されたナノマシンのシステム領域に寄生している。本人に聞く方が早いだろう。こいつか。ああ、いっぱいブルーバーマン。聞いていた話と印象が違うな。騙されるな。姿はいくらでも変えられる。彼が見えてる。彼は今僕の制御下にある。もう何もできやしない。ダメよ。十郎がどんくさいからだぞ。そんな姿に化けてまで何をしていた。僕の人格を乗っ取るつもりなんだ。誤解があるようだな。そうしようとしたのは森村千尋だよ。森村先生。保存された俺の記憶をお前に移していた。人格も似せるつもりだったんだろうが、反対した比べたまおが別の人格を作った。それが今のお前だ。だって君がビデオで記憶を。記憶と模擬人格が合ってないから人格が破綻しそうだったからな。記憶を客観的なものに変えてどんくさいお前を助けてやってたんだ。どうも信用できないな。なぜ助けるの？森村の思惑がうまくいっても俺がもう一人できるだけだし、ぶっ壊れたお前の面倒なんて見れねえ。俺
が勝手に利用されるのはもうゴリゴリだ。426幸か不幸か、彼女は騎兵計画を諦めて、比べ重郎にも今は興味がない。騎兵以外に助かる方法はないよ。それだけでは無理だ。まるで自分には解決方法があるような言い方だな。ある。生き残るため有効な手段が。聞きたいか。俺たちが円盤と呼ぶあのシステムを作ったのは2188年の沖野司。2188年。今の君からは想像もできないが、彼は非常に不真面目な技術者で、環境管理システムを作る際、一部に他のシステムを使い回して作った。怪獣を呼び出す D コードは本来なら起動することのないその一部にアクセスしている。使い回したシステムというのは、この時代にはすでに時代遅れの怪獣ダイモスのシミュレーションゲームさ。ダイモスゲーム。怪獣ゲームが自動工場を動かして機械の怪獣を準備したというのか。あいつらがダイモスの名で登録されてるのはそのためさ。必ず負けるゲームをやらされてたんだ。だけど一部のアクセスでなく、システム全体を解放すれば何が起こると思う？ゲームルールで戦えるようになるのさ。おそらく敵の破壊と連動してメタ的な褒美が現れるはずだ。得点だよ。自動工場はその得点で騎兵を強化させる。得点？メタチップとでも呼ぶかな。やはり信じられない。ま、別に今更だ。お前らの手伝いがなくても問題ない。これは全くの無駄話さ。その話の証拠はあるのか。ああ、記録があったんだが消えちまった。人類最後のコロニーをゲームで管理する気か。それだよ、肘山。あの記録を見たんだな。肘山君？あれは何の記録なんだ。衛星軌道上のアイドルを助け出せばわかるぜ。そろそろ俺は追い飛ばする時間だ。何？大丈夫だ、心配するな。彼は何もできやしない。こういう手合いはきっとすでに何か仕組んでいる。妙に鋭いとこあるよな、肘山。起きろ。ごめん。あんたはルッカー。ゼロ、よかった、間に合った。俺の時間稼ぎのおかげだろ。とろくさいんだよお前は。言われた通りやってるでしょ、口の悪い猫ね。猫。重郎の記憶は消さなくていいぞ。でもどういうこと。行こう。安心しろ、お前らの記憶も消さないよ。彼女か、奴の協力者か。エアロックを開けろ。ヒジャマ、聞こえるか。
ロックを上げてくれ、ヒゼは。悪いが、それはできない。分かっているはずだ。俺たちは感染していない。そのスーツのバイタル測定で反応が出てる。残念だよ、薬師寺。俺は感染してるかもしれないが、娘は違う。調べてみろ。その子にはまだ汚染の反応は見られない。娘だけでも中に入れてくれ。だが潜伏期の可能性が高い。娘を助けてくれ。危険は犯せない。同じ隊で苦楽を共にした仲間だろ。頼む、ヒジャマ。分かってくれ、薬師寺。ヒジャマ、扉の操作をこっちによこせ。泉さんさ。こちらでロックしたんだ。このコロニーを汚染させるわけにはいかない。勘違いするな、俺が出るんだ。シャトルを出して娘を受け取る。24時間経って汚染が確認されたらコロニーには戻らない。そんなこと認められません。命令だ、ヒジヤマ。悪いな、薬師寺。お前は娘を置いて乗ってきたポットに戻ってもらう。それでいいか。あなたに託せるなら娘を、恵みを頼みます。俺が必ず守る。どんなことがあっても俺が必ず。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。記録自体は消えちまったが、記録の内容は覚えてる。俺の記憶がありゃ説明はいらねえだろ。君はこれでいいのか。よかねえよ。あとは祈るだけなんて。でも君は僕に託した。ふぬけにされたとはいえ、俺と同じ重労だしな。これもまあやむなしだ。冬坂一人じゃ手に負えねえぞ。行けよ、重労。君はどうなるの？騎兵を動かすのにお前のナノマシンが使われれば、俺の処理領域がなくなる。戦い始めりゃお前に何も言えねえが、俺の記憶があるだろ。するべきことはわかるはずだ。お前で何とかしろ。
そうだね。やってみる。じゃあ行くよ。気合い入れろ、ジュロ。ゲームオーバーでも交代はなしだ。13番機へ起動。Ah ! Ouais, on a vraiment fini en fait. D'accord. Terminé. Bon, bah on a... découvert pas mal de choses. Pas toute l'histoire dans son intégralité, mais au moins on a fini que la baie. Ce qui nous a permis de débloquer Megumi et les batailles. Voyons voir. Ah oui, il y en a encore 10 à faire. Eh bien. Bon, on va en faire une pour l'occasion. Allez. Donc il nous faut Ogata. Makasetoke. Kisaragi. Voilà. Ok, yo. On va prendre elle. Donc au final, tout ceci n'est qu'un jeu. C'est pour ça les métacrédits, tout ça. Il faut qu'on arrive à la bataille finale. Après, les musiques toujours aussi stylées par contre.俺なら
Donc, regardons, attendez, il y a... Ouh, c'est quoi ça? Pourquoi il est tout doré? Bon. Voilà. Ah bah non, le canon. Ah oui, je m'étais dit qu'il fallait que je change un peu. On va faire ça plus tard. De l'autre côté, au moins ça c'est fait. Ouh, en ligne droite. Je sais pas si torpille clinique. Gravitationnel, ouais. Peut-être plus là hein, tout de même. Bon, toi tu meurs. Hein. Il y a beaucoup de gens. Ok. Ouh, le carnage. C'est beau. Ah, il est coincé. Là-bas, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on a un score et tout aussi. Je comprends mieux certaines. Aegis
終了。文化科学館壊れちゃった。僕たちが日常だと思ってたものはもう日常じゃないんだ。こんな気分なのにお腹は空くんだ、私ってやつは。仕方がありません。夕刻から食事抜きで戦闘が続いている。私もできることならもう一度ハンバーグが食べたい。いくらでも作ってあげる。この戦いが終わったらね。それは僕も楽しみにしてていいかな。もちろん。じゃあ食べるまでは死ねないな。J'aime bien leurs petites interactions depuis le début. Ouais, la zone 3, toutes les musiques elles ont changé en fait. La pression. Même pour le résultat des scores.Oh, le Ems. Bon, ça c'était facile, hein. Tellement de points tellement de points de mystère acquis. Eh ben.Je me demande ce que ça va être à la fin tout de même. Bon, on va reprendre un peu plus les batailles tout de même dans les prochaines vidéos. Voyons voir. Donc elle, on peut la débloquer. Ce sera pour la prochaine fois. Lui aussi. Merveilleux. Lui, il en reste un. Donc on va s'attaquer directement à Megumi pour la prochaine fois.En réalité, prochaine session, avec tout ce qu'on a débloqué, ça fait un bruit bizarre. Hop, prochaine session, on a tout, on aura toutes les fins en fait.Et ouais, bon, enfin, ce sera pour le prochain épisode. Allez, je vous dis tchuss.